Cicito koto sereno inaniyo te. Amen. Shui is Kristo no megumi kami no ai. Sereno manjiwari ga minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang mikotoba no sagio konama ini watastasi no tsumi yomi to me irusio negaimasyo. Zen no no kami to kyudai simai no minasang ni kokwaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte tabitabi tsumi o kasimashita. Seibu Maria, subite no tenshi to seijin, soshite kyudai shimai no minasan, tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zen no no kami, tsukushimi fukai chichi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu yoni. Amen. Inorimasio. Subeteo osamerareru tsitsiyo, mimune ni stagate ikiru hitoni, anata wa kami no kuni no yorokobi o sonaete kudasaimasu. Anata kara itadaku subete no mono ga, skui no miwasa no kanse ni yokudatsu mono tonarimasu yoni. Seri ni yoru itsi no utsi ni anata totomo ni kami deari. Yuyo toko sie ni iki osa merariru onko watashi tachi no shiu Yesu Kristo niyotte. Amen. パウロのエフェソの教会への手紙。皆さん、私はあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りの度にあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによって、どのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、手においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも、唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまた、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべての
ものの上にあるかしらとして教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。神の御言葉。神の名は招く世界に輝き、その栄光は天にそびえる。あなたの指の技である天を仰ぎ、あなたが作られた月と星とを眺めて思う。なぜ人に心を止め、人の子を顧みられるのか。神の名は招く世界に輝き、その栄光は天にそびえる。あなたは人を神の使いに近いものとして作り、栄えと誉れの冠を授け、あなたが作られたものを治めさせ、すべてをその知恵に委ねられた。神の名は招く世界に輝き、その栄光は天にそびえる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。Sin rino rewa watashi ni tsuite akashi suru. Anata gata mo watashi o akashi suru. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiwa minasang to tomoni, mata anata to tomoni.ルカによる福音、主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし、人々の前で私を知らないというものは、神の天使たちの前で知らないと言われる。人の子の悪口を言うものは皆許される。しかし、聖霊を冒涜するものは許されない。街道や役人、権力者のところに連れて行かれたときは、何をどう言い分けしようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは、聖霊がそのときに教えてくださる。主の御言葉、キリストに賛美。聖霊は私たちの教会でよく教えておられます。今日の
イエス様の御言葉は、この聖霊を冒涜する者は許されないと教えておられます。というふうに、この聖霊を私たちは冒涜しないように、また、この聖霊の導く照らしを私たちはいつも歩んでいくようにするのか。今日のイエス様の慰める言葉は、このいろんな訓練があっても、この聖霊の導きと教えは私たちに一人一人いただいています。イエス様の時代、また、弟子たちのところで、この迫害されているところで、この聖霊の情熱をいただいている弟子たちも、全身心も、自分の命かかっているけれども、最後の最後まで忠実に、この弟子たちも聖霊の導きも歩んできました。マリア様のように、この聖霊の働き、いつも協力者として、歩むことができまして、私たちも一人一人、このマリア様取り付きによって、この聖霊と共に、いつも聞いて、従順して歩んでいくことができますように、マリア様取り付きによって、今日の祈りを捧げますように。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように。慈しみ深い父よ、すべての苦から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯よとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。
祈りますよ。救いの源である神よ、今受けた恵みを深く味わわせてください。奇跡の印によって示される救いが私たちのうちに実現しますように。私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。マリア様、たりつきによって、アビマリアの祈りを唱えますよ。アビマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、この御言葉の際に共に祈ってくださって心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の際終わります。行きましょう。主の日はのうちに、神に感謝。